めっちゃ風が強くて多分遅いと思うんですけど、アメリカのグラスっていうか公園とかっていうの芝生がいっぱいあって、でかいんですけど、どういうふうな形で管理してるのかっていうことで、ちょっとあの芝生を刈る機会をご紹介します。めっちゃ早いし、でかいし、まあかっこいいっすな。芝生をこういうふうな形だな、ああいうでかい、あのめっちゃ速いあの機械で草をバーって刈り取ってますね。まあ、向こう行っちゃうんだろうということで、まだ来るかな、もう一回来るのかな、こういう形で公園とかを管理してくれてますね。ありがたいです。ということで芝生を刈る機会のご紹介でした。さすがです。